その中でやはりその失点という部分はやはり悔やまれますよね、はい、まあ、前節は2対3、まあ、2度リードを奪いながら逆転負け。左エンドオレンジのシャツ大宮、右エンドアウェーの FC 町田ゼルビア。ファーストハーフスタートです。最後尾から長いボールを送っていきました串引きです。右サイドで競りました。展開して中島当てて、もう一度、さあここで加速していきます町田です。スペースへチャンス、長谷川だ。最初の決定機でした町田。中野が詰めました。後ろからは西村、尾長、これを狙っていました長谷川。チャンス、フィニッシュ、キーパープッシュ、先制町田。32分、最後は押し込んだ中島、決めましたね、町田得意のカウンター。弾くのもしっかり想定した中でしっかり詰めてましたね、はい、まあ、誰よりもこのボールに反応してましたね。それがこの稲戸が動き出す中、中島、長谷川、アーニア、ジャスール、長谷川、吉尾を使う、中4枚、吉尾カットイン、左足、フィニッシュ、キーパー、いろんな選択肢ありましたが、ね、自らフィニッシュに持っていきました吉尾です。ここで引っ掛けて佐野が行きます。長谷川、中島、高江サポート、そして吉尾へチャンス。さあ吉尾入ってきた、吉尾のフィニッシュ、サイドネット、タッチライン際幅を取っている尾長ですが、ここで長い笛、前半終了のホイッスルです。0対1、町田、中島のゴールで1点をリードして折り返します。中3日ですが、本当に前線からのディフェンスでも各選手がよく走っています。後半戦がスタートしました。右エンド1点を追いかけるホームの大宮アルディージャ、小野がさらに左のスペースへサポート、小島、ワンツー、小島チャンス入れてきた、クッシュ、決定機でした。最後は中野、まあ、もう多分触ればゴールでしたけど、さあ取り返してここ前に顔を出します。さあ大宮、真渡り入ってきた、真渡りマイナス、小野左足、小野のフィニッシュ、わずかに枠の右、岡田が引き出します。動き出すドゥドゥ、マスビッチも斜めに入ってくる、岡田のミドル、枠を捉えていました。そうですよね、スペース見つけてしっかりゴールの意識を持ちながらドリブル入り、はい、本当にいいシュートでしたね。そうですね、ショーム回転気味だった、真渡りと小野です。三角、さあ松本、ミドルシュート、いいシュートでした。後半アディショナルタイムに入っています。追加4分、まあ、相手もね、少しボールを動かした結果、ボールホルダーに対してはね、高井が再三ちょっと突っ足を気にするような素振りを見せていますが、ここで長い笛、タイムアップのホイッスル。町田、これで3戦連続シャットアウトでの3連勝。